というわけで皆さんおはようございます。おはようございます、今の時刻はですねギリギリまだ朝です。午前中11時の31分。今日ご紹介するのはタイトルにもある通り新しくできたモバイルイコカについてお話ししていこうと思います。今日は2023年の6月の何日だ30日ですね。皆さん鉄道を利用するときによく使うのが IC カードだと思われます。交通系 IC カードはカードタイプが主流ですよね。スイカ、パスモ、イコカ、マナカ、スゴカ、いろいろあります。キタカなんかもありますね。代表的なスイカやパスモ、イコカやマナカ、他にもご当地の交通系 IC カードがあるわけですが、今の時代キャッシュレス化が進んでおりまして、最近はこの持っているスマホ一つで決済をする、また交通、鉄道を利用する、バスを利用するということができるわけです。カードもいいですがスマホ決済も最近は多くなってきております。さて、あの紙の切符もいいわけですが、今の時代はモバイル IC カードが主流でございます。現在モバイルスイカ、モバイルパスモ、モバイルイコカの3種類があります。ちなみに僕はモバイルスイカとさらにはモバイルイコカを今入れております。というわけで今回の動画はモバイルスイカとモバイルパスモがありますが、今回の主役モバイルイコカについて皆さんに解説していこうと思います。別に嬉しくもなんともないんですが、下りの電車が遅れているそうです。先ほど電車に乗ってたんですが、兵庫駅でお客様対応がどうのこうの、なんか迷惑行為があったそうですよ。皆さんはそういうことにならないように気をつけましょう。さて本題でございます。リリースがされました。モバイルイコカは今年の春に Android 版のみのアプリが、リリースされましたけども、 iPhone はまだ使えずという感じでした。なので iPhone や iOS の搭載しております。Apple Watchはまだ使えることができなかったわけです。実はですね、ついこの間、先日ですね、2023年の6月27日に iOS 版のアプリがリリースされました。 iPhone をかざすだけで決済、改札通過ができるようになりました。僕は現在 iPhone をですね、主に使用しているので、とっても嬉しいニュースなわけなんですが、それをモバイルイコカというのを今回しっかりと使って使い倒していきたいなと思っております。そして今回の動画ではモバイルイコカの使い方、特徴、そして他のスイカやパスモなどのサービスとの違い、注意点などを紹介できればというふうに思っております。基本的に Android 版と変わらない点が多いですが、 iOS 版独自の仕様なんかもありますので、ぜひ皆さんに見ていただけたらなというふうに思っております。すいませんね、この騒がしい中ですが。では続いての話題に入りましょう。モバイルイコカを早速この携帯に導入していこうと思います。関西で使うならモバイル系統はイコカ一択になってきますよね。というわけで僕の視聴者は7割が西日本在住という謎の脳内データがありますので、関西の方はぜひ皆さんにちゃんと見ていただけたらなと思います。そして関西、また西日本以外の方はですね、ぜひ指を加えて見ていただけたらなと思います。モバイルイコカは Android 版でもアプリとお財布携帯によって NFC 機能のついた携帯電話なら使用可能なはずなんですが、僕が今この撮影で使っている Android の機種はですね、残念ながら対応してなかったんですよ。というわけで対応している機種が若干少なめということもあります。3年以上前のモデルの機種だとね、あんまり対応してなかったりもします。対応機種のリンクというのはですね、このチャンネルのこの動画の概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。で本題です。この iPhone ついに導入されました。こちらですね、モバイルイコカのアプリ、イコカアプリを開くことでこのイコカ、モバイルイコカを使うことができます。僕のはちょっとこんな感じで今322円残ってるんですけど、ちょっとねここに来るまでも使ってるんで、ちょっと使用途中なんですが、皆さんにご紹介していこうと思います。 iPhone は27日からリリースされました。利用要件としては iPhone8 以降で iOS16.0 以降がインストールされていれば利用可能でございます。他に Apple Watch でもシリーズ3以降で利用が可能ということになっております。お手持ちのですね、 iPhone にイコカアプリというアプリを入れていただいて、それをダウンロードしてから JWEST 会員、ネット会員、またはウェスター会員などの方はログインをしていただいて使おうという感じでございます。そしてそのモバイルイコカのアプリの指示に従って、ウォレットアプリというものを新規発行してください。で、そのウォレットというアプリは何なのかって言ったら、まあ、携帯電話の中に入っているお財布という感じでございます。そこに IC カード、またはクレジットカードなどまとめられるというアプリ、機能になっているんですが、まずはですね、既存のカードを持っている方、もともとイコカ持ってるよっていう方は、それを移行するという作業もできます。じゃあこのイコカアプリをどうやって導入するのかという話なんですが、そのイコカアプリを導入する方法というのはこちらにあります。このチャンネルの概要欄、この動画の概要欄の方にちゃんとイコカアプリの方、 Android 版もちゃんと貼っておきますが、
リンクを貼っていますので、そちらから飛んでいただいて、このような JR 西日本から出ていますアプリを開いてください。これを開くと押すと、僕はすでに設定済みですが、設定してくださいみたいなのができます。そしてそこで指示に従って設定を行うことで、今持っているイコカアプリをこの iPhone を使ってカードをかざすことで、新しく移行するということをしたり、新規で発行したりということができます。この携帯電話で、携帯の機種にもよるんですけど、確か何枚か複数枚か持つことができたはずです。これはモバイルスイカ、モバイルパスモと同じような構造。じゃあこのモバイルイコカにね、なぜ移行するのかという話なんですけども、個人的に僕は移行した方がいいと思っています。先に述べておきますが、スマートイコカをご利用の皆さんはあんまり移行しない方がいいと思いますよ。普通のイコカだけを持っているという方であれば、普通のイコカを持っている方は皆さん、絶対にとは言いませんが、できるだけ移行するのをお勧めします。じゃあ僕のこのイコカの履歴を見てみましょう。これですね、チャージと書いてあるんですが、最初に5円チャージしていますが、すでに500円ぐらい入ってるんですね。なんででしょうという感じで、もともと入っていたイコカを移行したんですが、なんとこのイコカはデポジット金と呼ばれる、最初カードを発行するときに預かり金として取られる500円をこのモバイルイコカに、移行することで500円が新たに手に入るという感じでございます。そして基本カードは、鉄道会社、各鉄道会社に返却するのが当たり前なんですが、このイコカにモバイルイコカに、導入した後、移行した後はそのまま捨ててもらって大丈夫ということです。ここからはこのようにモバイルイコカを導入し終わって、このウォレットアプリにも追加した後の、お話をしていきます。導入したものとしてお話を進めていきます。じゃあまず皆さんにこのモバイルイコカが本当に使えるかどうかっていうのをもう使ってるんですけど、それを見ていただいてからですね、また順に説明していこうと思います。こんな感じで昨日魚住から土屋まで190円の利用があって、今こちら移動中となっていますよね。なのでこのモバイルイコカで入ってるわけです。早速使っているところをお見せします。というわけで残額は322円、ここまでの運賃は200円ですので、かざして出れるかを見てみましょう。このような感じで今ちょうど200円引かれたのが見えたと思います。イコカでのお支払い200円、魚住からこの明石駅まで、さすがですね。というわけで実際に使えるというのを、お話ししたところで、これから始めていこうと思います。イコカを導入した後はこのように残額がほぼ少ないことが当たり前です。利用しようとしたらチャージしなきゃいけません。このようにこの画面でチャージすることができるわけですが、いろいろなチャージ方法を教えていきたいと思います。いろんなところでチャージできるわけですが、早速ご紹介したいのはクレジットカードでのチャージ方法です。このようにウォレットアプリからチャージというボタンを押すと1000円というふうに Apple Pay で払うことができます。もう Apple Pay に僕はクレジットカードではないですが LINE Pay を登録しておりまして、 Visa、JCB などはこのように使うことができます。マスターカードも使えたかな。 JR 西日本でも JWEST カードというものがあるわけですが、その JWEST カードはJWEST カードに関してはまた後で考察していこうと思います。このようにウォレットからはチャージ、例えば1000円を入金することもできますし、少額でも可能です。例えばこのように334円と中途半端な数もチャージすることができます。そして僕はこのようにクレジットカードというか Visa の LINE Pay のプリペイドカードから入金することができまして、ここからいつも入金してこの動画で使っているわけです。そしてこのようにしばらく待つと334円のチャージをすることができました。そしてこれはチャージした場所もだいたいこういう風に位置情報で分かるようになってるわけですね。すごいですね。そして他にもこのイコカアプリからもチャージすることができます。ここにあるチャージボタンっていうのを押してみると、ここにですねあるわけです。はい、というわけでこちら側のイコカアプリの方でチャージしていこうと思ったら、ここで1000円、5000円、1万円、2万円という風にでというような感じで、入金することができるわけですが、ここにちゃんと書いてあります。1円単位でチャージできまして、チャージの最低金額は500円となっています。ということは先ほどのこちらの方では334円入金することができましたが、こちらは334円という中途半端な数字はさすがにできないという感じでございます。この差は何でしょうね。 Apple Pay でチャージすることも可能ですよ。そしてクレジットカード、こちらは JWEST カードという JR 西日本の会員カードみたいなものです。それを、登録することも可能です。というような感じでチャージ方法の一つ目はクレジットカードやプリペイドビザカードなどを使ってチャージする方法でした。 Apple Pay などでチャージができますね。
じゃあ今度は何でチャージするか。そうですね、普段皆さんイコカとかをチャージするとき何を使いますか。そうです、あちらにあるような切符売り場で券売機を使ってチャージすることができます。他にもセブン銀行などで IC カードのチャージもすることができるので、この携帯も同様にできるわけなんですが、こちらのモバイルイコカもチャージすることが可能です。ではすでに456円チャージされているわけですわ。次はあちらの IC カードチャージ機の方でこの携帯をチャージできるかどうかやってみたいと思います。ちょっと混んでるんでね、落ち着いてる時にまた動画撮り直しますわ。このようにしてですね、この IC カードのチャージ機でも456円、たった今1000円をチャージしております。なけなしの1000円をチャージすることができました。こんな感じで領収書を発行することも可能です。ちなみにこの IC カードのここでチャージした場合はですね、確かこちら側の履歴には残るんですが、デジタルの領収書を発行することがどうのこうのみたいな、そんな話がありました。そこは自分で確認してください。というわけで、他にもこのモバイルイコカというのは履歴印字もあの券売機ですることができますし、履歴の確認、そしてポイントの確認も確かできたはずです。そのポイントについては後でお話ししましょう。ちょうど駅を出た北側にセブンイレブンがあったわけですが、セブンイレブンにはね、セブン銀行 ATM というのがありまして、セブン銀行 ATM でも大体ね、チャージできるような施設がありまして、ナナコであったり、スイカ、ピタパ、パスモ、そういう系の交通系 IC カード相互利用の、カードはですね、使うことができます。他にはですね、駅中の駅弁屋さんであったり、そういった店でもチャージすることができますので、店員さんにね、申し付けたらやってくれるわけでございます。というわけで、これが第2のチャージ方法、 IC カードのチャージ機を使ってチャージするという方法でした。他にもこのようにチャージしたものはですね、バスや駅弁屋さん、イコカ相互利用ができるような IC カードが使えるようなところでは基本的に使うことができます。素晴らしいですよね。今1456円があるので、今度は買い物してみたいと思うんですが、その前にもう一つチャージ方法、3つ目をご紹介しておきます。その3つ目というのが、先ほどもちょっと言いましたが、こちらのクレジットカードを登録と書いてあるところ、対象のイコカに登録済みのクレジットカード、このクレジットカードにはですね、 JWEST カードというのを登録することができます。僕は別に登録できるような年齢じゃないんですが、ちょっとだけご紹介しておきましょう。この JWEST カードのウエスターというポータルのところを開いてみると、まあこれ言ってみればクレジットカードです。 JR 東日本で言えばビューカードみたいな、そんな感じです。西日本のクレジットカード、こんな感じですね。これを使いますと、とってもお得にポイントが貯まりますよという話になっております。このポイントの貯まり方というのはね、またお教えしたいんですが、還元率がすごいいいよというのがこのカードでございます。このイコカのアプリから登録することができます。そしてですね、 JR 東日本ビューカードなんかありますけども、 JR 東日本のビューカードはモバイルスイカと連携しまして、オートチャージをすることができます。残念ながらクレジットからのチャージはできるんですが、このモバイルイコカまだというかね、この先ねやるのかやらないのか分からないんですけど、オートチャージをすることは不可能となっているわけなんですね。オートチャージが、まあ、時期にですね、もう少し時間が経ったら対応するのではないかとちょっと睨んでるんで、まあ、今後に期待といったところでございますが、そのような感じでモバイルイコカは使われているわけです。では今度は実際にちゃんと使っていこうと思います。モバイルイコカに金をチャージしても使わなかったら無駄ですよね。というわけで使っていきます。イコカを使う前に実際にやっておきたいことがあります。このウォレットアプリでもいいんですが、ウォレットアプリの方からこちら右上の3つのところを開きまして、こういう一番がチャージなんですけど、詳細ってとこ開いていただくとこんな感じで出ます。ちょっと雨が降ってきたの、反射するのがこっちでありますね。でこんな感じになりましたら、ここでチャージできまして、ここでウェブサイト、ここに残高が表示されております。で下の方に行くと、ちょっとですね、名前がバレてしまうんですけど、ここにエクスプレスカードという設定がありまして、この青色のエクスプレスカード設定というところを押していただくとこのようになります。交通系 IC カードの部分が出てますよね。この下の部分はほっといていいんですが、この上の2つのイコカ、マイスイカと書いてありますが、僕はモバイルスイカも登録していますので、
こちらのねどちらかをですねエクスプレスカード登録していただくとすごい便利に使えるよという感じでございます。例えばこれなしにするとどうなるのかっていうと、これなしの状態だと例えば改札にピッてやるときにいちいちこうパスコードを入力しなきゃいけないという感じの設定になっております。ですので使いたいこのあれを青こんな感じで使いたいエクスプレスカードを設定しまして、でそれで保存しておく、すると改札を通るときにスムーズに通り抜けれるわけです。もちろんこのエクスプレスカードを設定しなくても使えるわけですが、後ろの人に迷惑がかかりますよね。後ろの人に迷惑をたくさんかけたいのであれば、このイコカのこれをですねエクスプレスカード設定をねしないことをお勧めします。というわけで今回今からイコカを使っていきたいので、エクスプレスカード設定をオンにしておきます。そしてこのエクスプレスカードの設定というのは意外と忘れるポイントということでですね、意外とね忘れてこう改札前で初めて使うときにあれあれどうしようという感じになっている方たまにお見受けします。というわけでじゃあ早速使っていこう。いやちょっと待ってくださいよ、大人の方であればね、学生の方がきっと僕の視聴者多いでしょうけども、大人の方であればここに定期券がねある場合があるんですよ。定期券の通勤定期なんかを登録することもできます。そというわけで定期券をここで使うという方はですね、サービス利用情報の方から案内用サービス、そしてまたこれですね、これを定期券有効期間外の切符としての利用というのをこれ利用するに設定していただくといいかなというふうに思います。定期券がないイコカの場合はこれ利用しないにしても利用するにしてもどっちでも使うことができますので大丈夫です。ではですね、今度こそこのモバイルイコカを使って通ってみたいと思います。このモバイルイコカちゃんとエクスプレスカードセットしまして、他人には迷惑をかけない状態というわけでもうしっかり使える準備ができました。皆さんもこの状態になってから使い始めることをお勧めします。そうじゃないとね、結構たまに止まってる人がいるんですよ。本当に Android 版はよくわかりませんけど、 iPhone 版は少なくともそういうような設定があります。ではですね、先ほどまでは画面をオンにした状態で撮っていましたが、今度ねちゃんとロックかかった状態、このようにねロックかかってますから、こうやって開こうとしても、まあ、こんな感じで出るわけです。というわけですから、このロックがかかった状態で早速あの改札機を通してみたいなというふうに思っております。というわけで今ロックがかかった状態でしたが、このようにしっかりと改札を通ることができました。こんな感じでね、すごいですよね。というわけで明石駅に入ったわけですけど、あの明石駅来ちゃったからどうしようかなというわけで、まあ、そのままどっか違う駅へ行こうと思います。今ちょうど改札機で使うことができるというのが証明されましたけども、今度普通の物販はどうでしょうか。先ほどセブンイレブンがあったんでそこに行ってもよかったんですが、そこでね使うのもなんだかんだなちょっとはダメだなということで、普通に買ってみようと思います。例えばこのですね多いお茶を購入してみましょう。多いお茶を押しまして、そしてここにかざします。とするとこんな感じでモバイルイコカでお茶を購入することができました。多いお茶、なんかパッケージ変わったな。こんな感じで、ここは JR 西日本のキュリコというようなシステムの自販機ですから、このキュリコでアティオ対象商品っていうのがあります。お、ちょうど電車が来た。というわけで早速先ほどのね改札を通りましたから実際に使ってみようということで、またまた電車に乗っていこうと思います。しっかりと140円というふうに書いておりまして、このお茶を140円で買えたということが書いております。さあここまで少しずつ解説をしてきましたが、このモバイルイコカのメリットについて話そうと思います。モバイルイコカのメリットは何といっても、この電車に乗ってる時でも精算機や券売機に並ばずチャージが自由にできるというところでございます。ですのでモバイルイコカはモバイルスイカパスモと同じようですが、複数枚のカードを持つことができる。またですね、買い物、バス、鉄道、すべてスマホ1台で完結する。チャージがいつでもどこでもできる。そして大きなデポジット金500円がいらなく、またカードを移行すると500円が戻ってくる。残高確認、履歴がいつでも見れる。そして紛失しにくい、携帯なくす人あんまり少ないですよね。そしてウエスターポイントというポイントも貯まりやすくなっております。そういうところがこのモバイルイコカのメリットでございます。お
客さんが誰もいないので、ね、小声で話してますけど多分聞こえてないと思います。ご案内です。タコガマ姫路に先に着きまして、おいしいお茶は美味しいですよ。やっぱり電車遅れておりますため、遅れてるんだ。タコガマ駅で新快速電車と待ち合わせは行いません。ちょうど西明石に着きました。時刻は12時を回ったところです。じゃあね、早速改札を出たいと思うんですけど、ちょっと今度は面白い出方をしてみましょう。もしかしたらさっき新快速が来るって言ったから、この電車普段とは違うダイヤで走ってるんじゃないかな。この後でもそのまま乗ってたら面白いダイヤが見れたかもしれませんが、今回はイコカの話でございますので、そこは割愛させていただきます。というわけで、これから改札を出たいと思うんですけども、やっぱりもしものことがあったら大変ですよね。例えば携帯電話なくしたとか、そういうことがあったら、乗車中になくすということはなかなかないですが、忘れてきたりしたら出られなくなってしまいます。そういう時どうするのか、一つ具体例を挙げています。例えばですね、この携帯電話の電池がなくなってしまった時の話をしてみましょう。ここにちょっと充電が、ここに充電が 13% と書いてあるわけですが、この充電がなくなるのを待ちましょう。なかなかないですよね、わざと自分からこの携帯の充電をなくそうって頑張る人。どうやって充電がなくなるのか試行錯誤したところ、このように動画を回しまくればいいということが分かりました。その中でもこのスローというやつはですね、大変厄介でございまして、1秒間にこちら240コマ取らなきゃいけないので、きっと電力消費は多いはずです。というわけで、まあ遊びましょう。あ、そうだ、せっかくなので 720p と書いてありますが、フル HD、 一番電気を食いそうな設定で頑張ってみます。この電池はあと 3%、 あと何して時間を稼ごうか。やっぱり暇になったらこのチャンネルを見るのが楽しいですよね。というわけで、最近伸びてない動画なんですが、皆さんぜひこの動画見ていただけると嬉しいです。こんな というわけで、今の瞬間を見ていただけたでしょうか。ちょうど今電源が切れたところです。はい、このようにしっかり電源がなくなりました。ここ入っておりますね。電池が今切れた、完全に切れた状態ですが、切れた状態でも改札を通ることができるというのを皆さんに今からお見せしたいなと思います。そして先ほど言ったイコカのエクスプレスカード設定は今オンになっておりますので、それをかざしてみたら本当に通れるのかというのを、僕もね電池が切れた状態で改札を通るのは今回が初めてなので、ちょっと緊張しているところでございます。まあ、電源が切れた状態ということで、電池がなくなっていてもこのように通ることができました。というわけで、皆さんもこうならないようにですね、やっぱりモバイルバッテリーというのは持っておくべきです。今お見せしたようにこんな感じで携帯電話は充電が切れていてもかざすことで、あのように改札を通ることができるわけです。それを皆さんにね、見ていただけたのとともに、僕も自分で初めて体験できたので面白かったです。というわけで、今アップデート中ということで、こんな感じで明石駅から西明石駅まで170円利用したということが、電池がない状態でも決済をすることができました。交通系 IC カードで通ることができました。というわけでね、あんまりねカチャカチャやってると電池、予備電力もなくなるわけなんですが、その予備電力を使ってこのように170円残りのもので改札を抜けれると、そういうわけです。というわけで、今までイコカでいろんな買い物をしてきたりしたわけですが、こんな感じでポイントについてもちょっと話そうと思います。ウエスターポイントというのがありまして、このウエスターポイントはこのようにチャージするとすると、今まで溜まってきた、現在167ポイント溜まってるんですけど、その167ポイントを普通にチャージする金額としてイコカの残高に167円で追加することができます。僕の場合、2025年3月31日に失効するポイントがこの167ポイント。これを今チャージすることもできます。例えばここに167と打ってみましょう。するとですね、こんな感じで、ウエスターポイントが、ちょっと明るさが、こんな感じで167ポイントを
申し込むことができます。チャージ可能になるまで数分かかります。チャージの準備が完了するまでお待ちください。そしてこんな感じで申し込むことができました。後でね、またチャージすることができるようになるので、それはまた見ていこうと思います。実はこの機能は Apple Watch でも使うことができるんですが、残念ながら僕はアップルウォッチ持ってないので、皆さんにアップルウォッチについてこのイコカをご紹介することができないのは残念ですが、ちょっと雨が降ってきたな。というわけで、モバイルイコカについてはこの辺で終わろうと思います。というわけで、今回はモバイルイコカの話はこの辺で終わりにしたいところなんですが、少しね、最後に注意点であったりとか、他のスイカ、パスモのモバイル版とどう違うのかについてちょっと話していこう、話してこの動画終わりにしようかなというふうに思っております。では途中でも言いましたが、モバイルイコカの特徴として、鉄道、今乗っているような感じ、鉄道やバス、買い物、自販機なんかもスマホ1台で利用可能になります。スマホ1台で複数枚のイコカを所持することもできる。使用であったり回線用であったり分けて使うのもいいですよね。チャージがどこでもできる点もポイントです。例えばこの駅の中であったり、券売機がない場所でもいつでもどこでもチャージすることができます。ネットさえつながっていればという話ですがね。またデポジット金がいらず、カードを移行すると500円戻ってきます。これは大きな話ですよね。そしてその移行して終わったカードは自ら自分で処分してくださいと、そういうような感じでございます。残高確認、そして利益などもいつでも見ることができます。それからですね、紛失しにくいというのが一番のポイントかなと僕は思っております。携帯電話をね、毎日なくすような人ってなかなかいないと思うんですよ。そうです、そんな感じでやっぱりですね、この携帯電話にこの交通系 IC マネーを入れておくというのは不安という方もいらっしゃると思いますが、カードをなくすよりは全然マシです。そしてですね、ウエスターポイントという JR 日本独自のポイントも、今まではモバイルスイカなどしかなかったので貯めれなかったんですが、今回からイコカを使うことで西日本に住んでいる人でも結構ね、ポイントが貯まってお得に使えるんじゃないかなと思っております。さて、簡単に特徴をさらっと言ったところで、モバイルスイカ、モバイルパスモとの違いを今回使ってみてちょっと思ったことをちょくちょく言っていこうと思います。一つ大きなポイントとしては、オートチャージをすることができません。JR 西日本ではスマートイコカと呼ばれるイコカを使えばオートチャージが可能ですが、このモバイルイコカは現在モバイルスイカとは違いまして、オートチャージの対応がされていません。 JWEST カードのを使ってオートチャージされる機能がつくことを僕は希望しておりますが、いつか JR 西日本さんにお願いしたいと思います。リリースされたばかりですね、若干不安定というのもこのアプリのちょっと懸念点ではあります。これは時間が解決してくれるであろうというふうに思っておりますが、そんな感じでございます。そして西日本を利用するときはですね、ポイントが貯まる、これはいいポイントです。他の今まででは関西に住んでいても残念ながらモバイルスイカなどを使うざるを得なかった、そういう人がですね、モバイルイコカを使うことによって、西日本に住んでいる人、西日本をよく使う人でも、たくさんポイントが貯まるんじゃないかなというふうに思っております。運賃は変わらず10円単位、これはちょっと残念なポイントですが、まあ、JR 西日本 IC カードを導入してますけども、10円単位のままなんで、これは東日本に行ったらモバイルイコカを使ってでも東日本は1円単位になります。でスイカグリーン券のようなサービスはありません。まあ、もちろん西日本にそういう車両があんまり走っていない A シートっていうのが走ってますけど、あれは指定席扱いなんで、グリーン券のような発売用サービスはありません。そしてですね、意外かと思うんですけども、 JR 東日本ではですね、意外と1日のフリー切符などがスイカ版が出てる中で、このモバイルイコカではまだまだ IC 版の企画乗車券というのもできておりません。そもそもカードの状態のものもないので、ね、そういうのを作ってくれたら嬉しいかなと思います。他には Amazon の決済でモバイルスイカは使えますが、それ以外は不可という点が挙げられます。実はね、 Amazon モバイルスイカで払えるんですよ。面白いですよね。ですがこのモバイルイコカは、まあ、当然と言っていいのかな、まあ、使うことはできませんと、そんな感じでございます。そして通学定期は発行が、はい、不可能というふうになっております。大学生より上になってからですね、使ってくださいと、そういった感じでございます。まあ、こんな感じでちょっとしたお話、他のモバイルパスもモバイルスイカと違う点を話してきましたが、最後にですね、やっぱり注意点も話しておこうと思います。注意点としては何度も言っておりますが、スマートイコカを利用している人はオートチャージなどの面でスマートイコカの方が絶対便利なので、関東を利用している人はイコカやスイカ、関東で利用している人はイコカよりやっぱりスイカやパスモの方がいいというのがやっぱり挙げられますね。あとですね、ちょっと人にもこれは人にもよると思うんですけど、
やっぱり複数枚所持するといろいろややこしくなってきます。モバイルスイカ、モバイルパスもモバイルイコカそれぞれ何枚も持っているとですね、メインカード、エクスプレスカード設定をしなきゃいけないわけで、それがちょっと面倒だな、億劫だなと思う方もいると思います。そして今のところオートチャージ機能がないというのも先ほども言いましたが注意点でございます。他にですね、 Apple Watch と iPhone で1枚のカードで併用できないということなんですけども、モバイルイコカのアプリを入れた Apple Watch で入って、携帯に出るということができないですね。まあこれは使用上仕方ないです。これはモバイルスイカもモバイルパスも一緒です。そんな感じですね、モバイルイコカの注意点というのはこんな感じでございます。さて本題と言いますか、ポイントって実際たまるのかなという話なんですけど、ポイントについてはですね、まだいつかご紹介したいなと思うところですが、今日はちょっと動画の尺の都合上でポイントについては割愛させていただこうと思います。 J-WEST カードを使うとポイントの還元率がすごく良くなるという話と、それからですね、物品を購入したり、鉄道を利用したりするとポイントがたまりやすくなります。イコカ、スマートイコカ、モバイルイコカではイコカポイントを貯めることができます。イコカカードの場合は利用登録をお忘れなきようお願いいたします。同じ運賃区間をですね、複数回利用することによって得られる運賃区間のタイプと、さらには対象時間帯、平日の昼、休日に同じグループ区間で複数回利用するともらえるポイントというのもあります。他にですね、物販でもらえるポイントもあります。そんな感じですね、対象時間帯によってもらえるポイント、物販によってはもらえるポイントがあるわけで、物販によってもらえるポイント、例えば自動販売機で購入したり、その辺のコンビニ、またはですね、いろんな店舗で対象になっているところでイコカを介して買いますと、ポイントになるサービスというのがあります。それはですね、通常200円で1ポイントとかっていう風になっておりまして、まあ、これを先ほど何回も言うんですけど、 JR 西日本の J-WEST カードを利用すると結構便利になるよという話でございます。そのですね、ポイントに関しての、要項とかであったり、規則であったり、その IC カードのポイントの溜まりやすさ、溜まる場所については下のリンクをですね、また貼っていますので、そちらのリンクを確認していただければなというふうに思っております。というわけで今回ちょっとですね、モバイルイコカについてご紹介していました。ちょうどね、 iPhone 版がちょうどリリースされたので、 Android を持ってないや、 iPhone しか持ってないや、どうしようかな、入れれなかったなっていう人はぜひ入れてみるといいと思います。終わりにですね、早速使用してみた感想というのを言っていこうと思うんですけど、今までスイカを利用していた僕がですね、関西に住んでるとやっぱりね、便利なのでイコカを使いますよね。モバイルイコカメインで足りないところをスイカでちょっと補っていこうかなという、そういう使い方をしていきたいと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。本日はモバイルイコカについてのお話でした。すいません、ちょっと長くなりました。